ドリルからヤッホー DIY リフォーム女子部ののんでーす。あいです。こんにちは。はい、では早速今日も企画を発表していきたいと思います。ドドン。はい、クリーニングの文字を外していくぞー。おー、皆様お気づきだと思うんですけども、はい、私たちが、買った家、はい、クリーニング屋さんです。そうなんです。はい、でデカデカとですね、うん、表のシャッターの上にね、うん、クリーニングって書いているんですけども、次ね今度は外壁を塗っていくから、うん、クリーニングの文字が邪魔なんですよね。 それを今日はね取っていきたいと思います。はい、はい、結構バリッといけんじゃないかなって思ってるんだけど。そうだね、まあ、早く外せるかなとは思いますね。なんか簡単そうだよね、うん、下見もしたし、まあ、いけんじゃないかなって思うので、うん、まあ私たちだけでサクサクいけんじゃないかな。はい、早速いっちゃおう。では早速やっていくぞ。おー、これさ、どっからどう取ったらいいんだろうね。どっからこの辺からブスブスさせていいんやろうか。分からん。あ、先生がいるんでちょっと一番角からですね。一番端だがこういうところ、こういうところのここにこのバールを刺して、はい、こう。そうです、そうです。ああでちょっと入ってくんで。あ、入ってる。ああ入ってる。もう入ってる？入ってるよ。へえ。で、ある程度刺さって、そのテコの原理使えるところまで行ったらグって。あ、そうそうそう。あ、おおお。今パケた、パケてたね、パケてたね。え、あ、すごい。わあ、取れてる。こういう感じで。もう多分そこは全部行っちゃってるから、はい、もうもっと。もっと全然違うとこ。そうそう、もうちょっと横動いて、同じ。ええー、あ、こんな感じである程度剥がれてくると、はい、多分ガッと取れると思う。へえ。あ、取れんかったすいません、まだ甘かった。結構甘かったこれ今回は。あ、いいっす、いいっす。おお、すごい。あ、いいね。いいね。あ、入った。うわわ、汚い。うわ、汚ね。マジで汚い。嫌だ。素じゃん。素でした。嫌だ。ちょっと休憩。下と上とで攻めていきます。これ結構でかいんだよね、文字が。あ、これなんかね、わかる、あのみんなこれ硬いと思うでしょ。硬、うん、くないんだって。そう、いやだからそうじゃなくて、こう普通入れてさ、うん、バキバキバキっていうの期待するじゃん、うん、中スポンジだからふわ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 っていくのよ。そう、なんか超スポンジだよ。すごいふわふわしてる。超クッション。おー、面白い。うわっ、おっ、おー、取れそう。ただ取った後の汚さを私はもう想像してしまっている。あ、上も、あ、上も剥げてる。来た来た、すごい。あー、リガー取れた、取れたよすごい。裏見る、見ちゃう、見たい、モザイクになってないそれ。磯巾着や。なんかね、皮の匂いがするすごい笑ってます。苔だね、苔、苔がすごいからね。すごいですね。すごいな、これ。こういうのでも苔が生えるんだね。苔、苔、苔いると思った頑張れ、本職。さすがに早っ。取れました。リー取れちゃった。リー取れた、リー取れた。とりあえず3段終わったんで、僕の方は。はい、はい、すごい。お分かりいただけますでしょうか。はい、こちらもうクリーニングまで取れてます。残像見えますか。はい、残像見えてます。あっという間に。いや、え、だって何分間だった今ので。ね、ビデオ撮ったのが2分半だから2分ぐらいで撮ってた。え、全部クとニとん。だってなんかおせんべい食べる感覚でバリバリですよね。バリ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 お素手で取ってたもんね。すごい。残るは具だけ。おお、いいね。おお、あ、でも切れちゃうな。あ、切れる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 。おお、いい音したな。ここ取れる。あ、
けるいけるいける。いた。いたいたいた。あ、来た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 。来た来た来た。やば。頑張れ。もうちょい。頑張れ頑張れ頑張れ。下に下に。下に下に。あの、服の先端を下にすれば。服の先端。そうそうそう。はい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 。で、バリッと。いけた。ありがとうございます。取れた。ありがとうございます。取ったぞー。はい、じゃあクリーニングの文字並べました。すごいリーディングいいいやでもこれ本当に量だったね。そうだね、うん、2分ぐらい2、3分で私たちがやったら1時間かかったけど職人さんしかもガチの解体屋さんがやったら3分か3分でした3分でいやでもこれはね、うん、まあようやく38年間のクリーニング生活に終止符を打ったわけですけども打ってしまいました、うん、のぞみさん家の気持ちになって一言お願いします。気持ちいい。ありがとうございました。はい、ではお疲れ様でした。今回は、うん、クリーニングの看板を、はい、剥がしてみようと思ったら剥がしていただきました。ほぼ剥がしてもらっちゃいました。いや実際にもっと簡単に剥がれるかなと思ってたんだけど、うんうんうん、意外とやっぱりそう、ねうん、なんかスポンジで柔らかくて難しかったけど、うんまあ、職人パワーで、うん、なんと3分間でベリッと全部いやすごかったよねあれねめっちゃ良かったなんかおもちゃみたいにね追いつけなかったもんでもうハッて言って俺やりますよって言って、はい、優しい優しい本当にありがたい、はい、ありがとうございます。ということで今回の動画ね良、はい、かったな面白かったなと思ったら高評価ボタンそしてチャンネル登録よろしくお願いしま す。いつも動画見てくれて本当にありがとうございま す。ではまたバイバーイ。バイバーイ。